いやもう 3-0 のこう流れが多い中でしっかり巻き返して3は取ったのはすごいですね。ちょっと面白かったですね。じゃあ次の試合いきますか。じゃあそろそろ次お願いします。サミットさん、サミット無限さん、無限ですね、はい、サミットさんと無限さんですかね。まあこれはなかなか見れないカードですね。おっとあれ どっちが出るどっちが出るのこれやばい。ブリート2大巨頭がサミットさんに襲いかかります。怖いですね。ちなみにブリートはチップ無理そうですね。あマジマジ。じゃあなサミットさんはルーさんとすげえ対戦をしてて、はい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 、俺はブリ対策をしてるはずだと。なるほど。してるはずなんだが、これはもしかしてルー対策なんじゃないかと。なるほど。ちょっと疑問視を疑心暗鬼ですね今。そうそうそう、はい、どっちなんだと、はい、俺のブリ対策は本物なのかと。本物ところはね、本物だと思いますけどね。本物だと思うんですけど、本物だと思います。ダメ押ししたいんでしょうね、そこは。ゴブなんだ。ブリチップゴブらしい。ブリチップゴブ。もうちょっとありえないんじゃないかなって感じてますけど。うまい。あーちょっと空中投げしようとしたら、空中投げ読みなんていうのは、はい、やっちゃいけません。どうしたんですか。なんか苦い思い出のもあるんですか。それはそんな読み合いしたらもうついていけません。いやいやいや、やべ、ジャンプでガーブドされちゃったぜ。アルファが大変なことになっちゃうね。すげえ。あれでも入れ込みなんですかね。あれはとりあえず逃げれるとか、まあ切り直しになるとか。おー、うまいな。あ、これに関してはちょっと辛そうに見えますけど。辛そうに見えますね、お手本プレイも見たいですね。これはただまあ無限さんもね、普通のブリ使いじゃないんで、まあまあまあ、かなりやばい、そうやばいんで。まあでも普通のブリ使いっていうか、ブリ使いの中でも、はい、一番いいブリジットの動かし方してるよねだと多分、はい、勝てないキャラなんですよね。ああ、なるほど、弱キャラなので。なので、あ、これは無限ブリジットだからみたいなことを言わせられないと、はい、トッププレイヤーにはなるほぼ勝てないキャラです。キャラが弱すぎです。ブリジット。ああ、ラスト相打ちになっちゃって。画面から消えましたね。いなくなっちゃいましたね。本当勘弁してもらいたいです。おーっと追い返してきた。イノさんちゃんと試合見てましたか。見てましたよ。本当ですか。なんかいなくなりましたね。どうやみたいな感じで僕の顔見てませんでした。どうやチラッとか言ってたらチラッと見てくる。あ、また画面から画面から画面見ろだと思ってる。あの迷彩ちょっと点滅するんですけど、あれは姿が見えにくくなるだけなので特別な効果はないです。見た目的に見えづらくなるだけです。ただちょっとね、チップの行動が早いから、はい、ちょっとあれでゲーム悪されたりとか見づらいですね。アルファ逃げて、あ、投げ返ししてたっぽいけど、よーよー引き戻しになっちゃいましたね。ちょっとサガブラチムシみたいになってましたね。暴れを潰しに行った。おー、うまい。完全読んでましたね。飛び逃げ読み。わー、なるほど。まあもう、うまっ。裏はガンガン攻めないと。あ、ヤギさんの画面端の逃げ方がうまかったですね。はいですね。さあ体力はまだ半分残ってる。ブリジットとチップは少ない。投げ返す。投げの発生1フレだからできるゲートでしたね。来たらとっさにハイスラは本当に強いんで。そうですね。向こうの立ち牌を投げちゃいましたからね。無限さんは集中してるときは本当に手がつけられませんからね。なるほど。やばいやばいですよ本当に。誰、え、か、どうやって勝つのこれって。いや、思っちゃう。君ならいけるよ。君ならいける。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さてこれはサミットさんの対策、実は間違っていたのかもしれない。間違ってた疑惑が出ちゃうの。いや、これは単純に無限さんが強すぎるだけ疑惑もありますから。いや、ブリジット対策じゃなかったのかもしれない。まさか。しかしこれまだ分からないですよ。うまいですね。重ならないと思ったら空中投げ狙いに行くわ。あれですね。おー、青キャンで久しぶりましたね、青キャン。そして、変異数一応、ブリジット動きも結構そんな速い方じゃないんで、はいはい、まとまり疲れやすいし、まあ、飛び道具とかにも、まあ、飛びが遅いので、はいはいはい、まあ、うまい反撃が与えられないと。
その代わりヨーヨーでトリッキーな動きができるんですけど、そのトリッキーな動き生かすのに相当時間かかりますね。コンボが長い3回もジャンプするなって感じですね。チェッパーね、3段ジャンプ強いですからね。強いですね。ガンマ、うわ回る、飛び逃げ読みのジャンプで狙ってますね。かなり狙ってますね。カリダウンとりますね。うわー早い。アルファで拾い直して、ジャンディアルファ青コンボしたかったのか。おお、ちょっと天位青キャン完璧だとちょっとどっからでも逆転できますね。そうですね。本当に一人でマブカップしてますからね、あいつ。アルカップか。ワープ持ちですからね、ワープ持ち。ああ、確かに確かに。芸術買うとアルカップの世界に。その代わり防御力が一番低いと。一番低い。今ね、1-1です。1-1です。もっと手裏剣投げてた。バレ潰し。確定バースト。バレ潰しから。ガード硬いな。うまっ。もううまっしか言えないよね。うまい、うまい。お前もうまいよ。いやいや、お前もうまい。いや、望んでない、そういうの。お前が一番うまいって。そういうの別に望んでない。いやー、空中投げ、お互い空中投げかなり決めますね。そうですね、上見てますね。上見て空中投げタイプしっかり取ってます。バストダウンバスト。おー、攻める攻める。ダメージが。もう少し動き回らないで戦ってもらっていいですかね。ちょっとロレツ的なものは回らないちょっと実況しづらいんでちょっと勘弁してもらっていいですかね。ちょっとそう、井上さんのさ実況とかも相当あれだからね、めんどくさいからね。いやいや、めんどなんかまとわりついててうざいですねとかで終わらせられないじゃない。いハエみたいですねみたいなとか言わないじゃない。チャージゲージだけ説明してればいいと思う。チャージゲージでチャージゲージ、まあ、レベル2になりましたねとか言ってそれ言ったらダメだよ。これで強力な技が打てますとか言ってればいい。ガンマ、ガンマブレードもかなり厳しい、ね、地上。そうですね。あ、使っちゃった。やっぱり上、ジャンプ仕込んでますね。おでもまだ弱い。重って、大きい攻め始まって重って、これでどんどんゲージが溜まっていくと、またアルカップができますね。アルカップ、おっと、ダメージ降りた。ちょっとここ ダメ取って、うわー、待って、しっかり投げ。何読みですかね。なんか違うの出ちゃったのかな。違うの出ちゃったのかな。こうやってガンマを飛んでもジャンプが緩いからジャンプ攻撃かくらなかったりね。ガンマブレードはザッパとかその空中が弱いからとか地上戦しなきゃいけないからとか相当だるいんで。だるいですね。減った。ブリジットも防御力が低いです。ブリジットも低いですね。低いしやっぱり飛びが、まあ、ふわふわしてるからガンマ打ちやすいんでしょうかね。リスクは追いづらそう。うわー、うまい。今のしっかり降りてくる場所読んでましたね。ラスト足バレン取ろうとしたか。おー、エースの使い方が相当うまいですね。で、B でガードして、しかしこの体力さは、おー、ジャンプ系追い返す。ウーナゲも読んでる。これで、2-1 です。ブリジットが2でチップが1です。まあ、1。さあでもまあ1本取ってますので、チップ側、はい、まあ、対策は合っていたかもしれないですね。合っていたかもしれない。対応締めようとしてます、もしかしてまだ終わってないですよ。対応されましされちゃってるかもしれないです。サメツさんの引き出しかなり多いんでここから分かんないですね。で、このブリはこのダメージが痛いダメージの中に入りますからね。確かにエリアルやった減ったみたいな。こんなに減ったって言いますかね、ブリと使いは。さあ、崩しが相当投げて体力有利取ってきますね。なんか取ってきますね。気づけばブリ側が体力有利になってて、ね、立ち回りに戻されてるっていう。どこを見てるか判断するのがちょっと難しいですからね、うまいブリ相手だと。追い返されてますね、結構。ただ
この体力差だったら投げて。いいですね、ブリジット、うわー、ちょっと投げたんですかね、気にしてたんですかね。おー、ベータまだ離れない。逃げてたけど、寿司中段すかし投げ、当てない、わざと当てない、当てない投げですよ、当てない投げ。中段が見えるやつだって判断してからの出さないで投げ、出さないで投げ、これ素晴らしい読み合いしますね。素晴らしいですね、レベルが高い読み合いですね。おっと流れ変わりましたね。で将軍しかし青、さあこうなると、こうなるとフリはちょっと、おお、受け身がいいよね、完璧で。さあ最終ラウンド、しかし今のところ五分です。お、五分です。今のところということは五分っていうのは、五分っていうことは合ってたっていうことですね。ブリジットさんチップは五分でも、また一つ新たな歴史が、勝った方が有利と、うん、いうことですね。まあそれとも俺が強かっただけだねっていう、それどっち言うかがちょっと気になるところではあります。まあお互い五分でこの組み合わせこっち有利ですねって言いそうなタイプですけど、じゃプロレス的な要素はなさそうですね。ちょっとおーまい、ヨーヨーがあそこにあるからできる連携。チップ画面をかなり縦横無尽に動けますんで、ヨーヨーを相手の前に配置して動きづらくするっていうのが、うんうん、チップには通用しないパターンが多いですね。そうですね、気づいたら全然ヨーヨー機能しない位置にチップいるから、戻してからまた設置しないと始まらないみたいなのはありますね。さすがにヨーヨーが全然関係ないところにあると生かしようがないんで、なので結構このブリジット側本体の動きだけでうまいことダウン取らないといけないですね。おー、うまいカウンダウンにしてる。さあこれは転移からダウンさせて、さあこれサミットさんどうやって崩すか、うまい、あ痛いの通った、クーナビ読んでこっからだよ、リレーよくあり、先にリーチは無限さんのブリジット。さあブリジット有利かもしれないですあ、ケツ強っ。これ4試合マッチだったら、はい、楽しく終われたんですよね、ゴブだったねって言ってなるほどね、あそうさせないところがね、このルールのいいところですね。ルールおー、ガンマブレード引っかからない、追いかけてくる、素晴らしい反応速度でしたね。いや判定中ですね、あの技下段系の下の攻撃はあれ勝ちやすいからなこれはでも、いやでもまだ分かんない、青木はしっかり、あ、うまい、だからバーストも読んでる、コンボも完璧、画面から消えてさあいないよ画面に、あーい、あー戻ってきましたね、おお戻ってきましたね、スルーでお願いします今のはい、あーしばらく青木して、青ちゃんバーストをどこで使うか、 S、 さあ今のはちょっと痛いぞ、おーっとバーストバースしてどうする、走ってとりあえずラインを上げてヨーヨー設置して転移、パスもらったら意識させて、意識させて上げた、バレてたか、完璧です、強引に攻めたところを読み切って空投げ、勝ったのはブリジットということでですかね。ブリジットというよりか、まあ、5分みたいな内容でしたね。来週は5分、結局5分でした